秋田県川辺軍会の様子軍会は、明治時代から大正時代にかけて地方公共団体であった時期の軍に置かれた議会の一つ。選挙により選出された軍会議員が運営に当たった。日本の行政制度としての軍は、大工省区制により一旦廃止されたが、1878年の軍区町村編成法により復活した。 しかしこの時点で議会的な機関を持たなかった軍は地方公共団体たり得ず単なる行政区画でしかなかった。1890年5月制定の軍政により軍には軍会と軍参事会が置かれて地方公共団体としての性格が付与されたが不権生の前提である軍政が軍の文豪問題などから施行できず明治24年中に軍政 府県制の施行を見たのは全国で9県に止まり、東京、大阪、京都、神奈川、岡山、広島、香川の3府4県は、府県制が全面改正される明治32年まで、ついに施行できなかった。軍会は、町村会において選出された議員と、大地主の御選による議員により構成され、議長は、軍長がこれを務めた。議員の任期は、 前者が6年で3年ごとに半数回戦、後者は任期3年であった。なお、軍会における王子主議員は、軍内で町村税の負荷を受ける所有地の地下総計が1万円を超えるものと定義された。第1回軍会議員選挙は1896年7月に行われた。1899年に軍政が改正されて、軍会議員選挙は、 国税3円以上納付の有権者の直接選挙となり、また、応じぬ議員制は廃止されてその定数は町村に配分された。軍会は県会や町村会以上に地方有力者中心となっており、また、軍長が議長であることや議員に町村議員などを検職する者が多かったことから、独自の実地的施策が議論される可能性は極めて少なかった。 日露戦争後の頃から軍政廃止の問題が起こり、1921年4月12日に現内閣は軍政廃止を実施し、軍会と軍参事会は1923年に、軍役所と軍長は1926年に廃止され、以後の軍は単なる地理的名称として残ることとなった。ありがとうございます。